元 NGT48 の中井りか、27が20日深夜フジテレビ系オールナイトフジ子金曜深夜0時55分に生出演し第1子の妊娠を発表した今年3月にテレビ東京三宅裕希ディレクターとの結婚を発表していた中井は今月自身のインスタグラムで TDS で行った結婚式の様子を公開していたこの日は 番組関係者と何かしらのコネがあれば出演できるという、藤子ネシートに登場。番組メイン MC の佐久間信幸氏らとのクロストークで、佐久間さんにも式に来ていただいて、乾杯の挨拶もしていただいたので、そのお礼も兼ねて、と出演の行きさつを説明した。さらに、あと私からご報告というか、発表があります、と切り出し、今、妊娠しておりまして。 安定期に入りまして、その後報告をと思って、狂気させていただきました、と伝えた。話を聞いていた元 HKT48 村重杏奈26からはおめでとう。と祝福された。中井は、呼ばれたから来ちゃったから、行ってみようかな、みたいな、と照れ笑いした。この場に同席し、最新写真集、気ままに。 お発売したばかりの元 HKT48 田中ミク23も両手を口に当てて驚いていた番組終了後中井は自身のインスタグラムを更新先ほどオールナイト富士子にて発表させていただきました通りこの度第一子を授かりましたことをご報告させていただきますと改めて伝えた現在は安定期に入り初めてのことに戸惑いながらも 新たに授かった小さな命に日々とても大きな幸せと感動を感じながら、父母子供に穏やかに過ごしております、と綴った。その上で、また一つ思い描いていた可愛いママになりたいという夢を叶えられそうでとても嬉しいです。と知るし、お世話になっている関係者の皆様、応援してくださっている皆様、どうかこれからも温かく見守っていただけると幸いです、と呼びかけた。